ローマで開かれた欧州人民党の会議に出席する、クビリュスセミナーに出席する、クビリュスとセーマス幹部、クビリュスとロドリゲス・サパテロスペイン首相アンドリュス・クビリュスと、隣に座る妻のラサ・アンドリュス・クビリュスは、リトアニアの政治家。元首相で、祖国同盟イコールキリスト教民主党の党首を、務める。リトアニア語の他にロシア語と英語を話す。1956年、ビリニュス生まれ、 1974年にビリニュース第22中等学校を卒業し、ビリニュース国立大学物理学部に入学。1979年卒業。1981年から1984年までビリニュース国立大学大学院で学び、1984年から1990年まで同大学で勤務。1988年よりサーユーディスに参加。 1993年より、祖国同盟の党員。1992年に、サーユーディスから、セイマス議員選挙に立候補し、比例区で当選。その後現在まで6期連続で当選している。1999年より2000年まで首相を務め、2008年から2012年まで、再度首相を務めた。4年の任期を、全うしたのは独立回復後のリトアニアでは、 初めてのことだった。2003年12月24日より、祖国同盟党首。妻のラサクビリエネは、リトアニア国立公共楽団のバイオリニスト。また、二人の間には二人の息子がいる。ありがとうございます。